ボンドチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。ボンド大阪、浅井です。ボンド大阪、篠原です。本日はね、初めて、はい、篠原とコンビで、はいはい、ご紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。篠原自体は別にツッチーと前、はい、出たことがあったかね。そうですね、だいぶ前なんですけど、ミニライブ、ミニライブかで、1回映ったのと、あとまあ大阪店に来た時にちらっとご紹介させていただきました。そうですね、なので非常に緊張してますのでまあ私も緊張毎回してますけれども、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、じゃあ早速車両の方紹介していきたいと思います。はい。今回ご紹介させていただくのは G350D マニファクチュアエディションですね。うん、なるほど、はいはい、どうですか。いやもう一目から迫力がそうですね、すごいですよね。すごいですし、やっぱりね、はい、ゲレンデ、まあ、大人気ですけれども、うん、やはりワイドスターまで、やってるので、まあ、他とはやっぱり一味違った仕上がりになってるかと思います。はい。で、まあ、350ね、ね、一番多分、興味のあるところは 350D で、ワイドスターやったことだと思うんですけど、まあ、なんで63じゃないのとかね、まあ、それあると思うんですけど、まあ、これね、東京店の内山店長も、350だったかなで、1台ワイドスター組んでますけど、このお客さんもまさしくそれで、別に63とかが欲しかったわけではなく、ワイドスター、ブラバスのワイドスターを見てめちゃめちゃかっこいいやんけと、で特にね、弊社のボンドチャンネルを見ていただいてめちゃめちゃかっこいいと、俺もあれやりたいってことで、350でもワイドスター組めますかという問い合わせをいただいたんですよね。で、350でももちろん組めますよっていう、ご案内をさせていただいたら、僕350持っているので、ぜひ組みたいという形で今回組んでいただくことができました。なるほど。ちなみにこの車ですね、はい、全然乗ってなかったらしく、去年のね、令和2年の11月登録、はい、で今令和3年の7月なんで、まあ、大体ね9ヶ月10ヶ月経ってますけど、うんうん、まだ走行距離が100キロ、全然乗られてないなるほど。お客様なんですけれども、今回ね、まあ、これ組んだら、多少乗りますと言っておりましたので、よかったです。はいはい、なります。では早速ですね、ご紹介の方、はい、させていただきたいんですけど、だからね、このグリルとかはもう350のマニファ限定車、マニファクチャーの、うん、そのまま、もともとブラックアウトされてますので、黒を残したまま、この D の、ロゴプレートですね、うん、とあとこちらイルミの、ロゴイルミですね、グリルイルミを装着させていただきます。なるほど。もうディーゼルの形はそのまま残しておく。そうですね、グリルはディーゼルの方は残させていただいて、ここだけワンポイントで交換します。なるほど。で、夜はね、またこのブラバスロゴも光るので、綺麗に光るかなと思います。はい。で、やっぱりこのバンパーですね、もう迫力がすごいですよね。そうですね、ブラックアウトされているので、まあ、パッと見は分からないんですけど、やっぱり電車見ると全然違いますね。うん、全然違いますね。はい、やっぱりこのバンパーごと交換させていただいているのと、はい、で仕上げはこれ、純正と同じく2トンのオプシディアンブラックの方でさせていただいて、うんうん、まあ、こうね、くるとやっぱりこのフェンダーの厚みですよね。すごいですね、これがノーマルとね、だいぶ違いますね。これでだいたい何ミリ？片側ね、はい、片側これで3センチ、3センチ、3センチでだいたい6センチぐらいのワイド幅になってます。なるほどね。またこの車両ね、後で構造変更するので、その時の車検証もね、何センチ出てるかっていうのもちょっと、参考にしていただければいいかなと思います。なるほど。はい。で、さらにここからつないでいくのがこのホイール。ホイールですね。はい、今回でかい24インチ。24インチ、モノブロック Z ですね。 Z いいです ね、これ篠原も G63 に付けてたよね。そうですね、ワイドスターではなかったんですけど、はい、装着したんですけど、すごいかっこよく、ね、すごいね、はい、このやっぱデザインね、今日も A クラス A45 につけてましたけど、すごくかっこいいデザインで、ゲレンデでもやっぱり一番似合ってるかなと思います。うん、そうですね。でタイヤが、フェルデステイン、フェルデステイン、はい、オランダのメーカーですね。なるほど。の、295-3024295-3024、はい、でかい、ですね。全然話変わりますけど、うん、篠原 F1 好きだったと思うんですけど、フェルスタッペもあれオランダ人だよね。そうですね、オランダ人ですね。だから、向こうではフェっていうのかな、 V のこと、フェですね、はい、フェルデステインというタイヤメーカーオランダのタイヤメーカーになってます。はい、はい。
で、キャリパーも乗せるんですね。そうですね。ちょっとね、まあノーマルなんですけどね、ちょっと純正がね、どうしてもシルバーでだいぶ質感がないので、まあ、ここだけはちょっと入れさせていただいて、あのツヤグロスブラックでペイントさせていただいてます。なるほど、はい、いい仕上がりですね。はい、で車高もですね、はい、まあ、ちょっと24インチせっかく入れるので、まあ、ほんの少しだけいつもと同じ IID のダウンサスでローダウンさせていただいてます。なるほど、バランスも、ね、すごくいいですよね。そうですね、いい感じに下がってると思います、ね、うん、いい感じでそんなに腰高感がなく仕上がってるかと思います、うん、はい、はい、で続いてフェンダーですね。フェンダーですね。でフェンダー、このやっぱダクトがね、ここつきますのでね、すごいです ね、 やっぱりね、迫力が変わってます、うん、でここはね本国、うん、というかね、これツートン、あの、うん、飯村、店長の、名古屋店飯村店長のグレーと、うん、黒のツートンもそうだったんですけれども、うん、ここね、ワンポイントで塗り分けできますので、まあ、今回は、白の方でツートンでさせていただきました。なるほど、まあ、これはね好みによって別に、同色というか、まあ、黒でももちろんいいですし、何色でも別にいいんですけれども、今回はボディ色でさせていただきました。なるほど、ワンポイントあってかっこいいですよね。そうですね、うん、おしゃれに仕上がっていると思いますね。でここのロゴとここのサイドステップのところは、うん、ドア開けたらこうポンとね光るように、こちらのライト、ライトは光るように、こう LED ね光るようになっております。なるほどね、はい、ちょっと開けてもいいですか。はい、おこんな感じです ね、 いいですね。ブラバスロゴとこの、イルミがですね光るようになってます。いいですね、かっこいいですね。かっこいいですね、はい、じゃあ、はい、あとね、出てきてしまいましたけれども電動サイドステップも、うん、まあ、家族でね乗られるということなので、まあ、奥様も乗りやすいようにサイドステップの方つけさせていただいてます。これ本当人気ですよね。人気ですね、毎日つけてるんじゃないかというぐらい本当にすごいです、人気になってます、はい、そうですね。で今回は350なんですけど、はい、マフラーカッターがねこうついてるのでショートタイプ、うん、ね、マフラーカッターあると当たっちゃいますんで、はい、そうですね、今回はショートタイプで装着させていただいてます。でここもね、黒で、はい、ラッピングの方ですね、ラッピングで、はい、させていただいてます。なるほど、でまあ、やっぱり黒なんでね、連続性でここはメッキ残すよりはやっぱり黒でしようかなという感じです。でいつものように外側だけ、ね、プロテクションフィルム貼って、まあ、サイドステップあればそんなに乗せることはなくなるとは思うんですけれども、サイド、傷がつきにくいようにプロテクションフィルム仕上げだけ行ってます。優しさですね優しさですね、はい、であとは、マフラーカッター、はい、こっちもブラッククロームですね、うん、今回、まあ、これもね下回りは黒で統一しようということだったので、ブラバスの4本出し、うん、マフラーカッターですね。全く違和感ないですね。そうですね、ただまあこれね片側、どっちだったっけな、向こう側、向こう側か、向こう側はダミーにはなるんですけれども、ね、はい、こっちはね、もともと本来は、うん、G350 右側出しのみですので、うん、左側はちょっとカッターにはなるんですけれども4本出しの方にさせていただいてます。やっぱりね、あの最初つけるつもりなかったんですけど、ワイドスターしててなんかここスカスカだったらちょっと24インチも履きますし、ちょっとねなんかバランス悪いかなということでマフラーカッター装着して、でさらにマフラーカッター装着して後からサイドステップつけたいってなったので、まあショートタイプをつけたという流れになってます。なるほど、はい、いいですね、はい、いいですね、かっこいいですね、はい、まあ、リアも同じく、リアも同じくモノブロック Z、 これすごい太いですね。なんですがこれしのちゃんもね、はい、G63 の時そうだと思うんですけど、うん、まさかの 12J、 12J でかいですね、で本当にタイヤサイズ見たらこれ355なんですよね355 25 24、でかいでかい、後ろからね特に見るとその太さがね、うん、だいぶ分かっていただけると思うんですけれども、本当にスーパーカー355って言ったらアベンタドールと一緒のサイズですよね、うん、そうですね、えげつないタイヤの太さになっております。はい、でお次がで、はい、リア周りですね、まあ、リアフェンダーもこのダクトもすごくかっこいいですし、うん、まあ、そこからの流れでリアバンパーごともこれワイドブラバスのワイドスターキットで交換させていただいてます、うんうん、なるほど。でここがねまたワンポイントでこのサイドと一緒ですけれども、はい、いいですね、これ、飯村、店長の、グレーのワイドスターと一緒、うん、まあ、本国がねそこだけ同色に、この同、ね、ツートンの上の同色にすることが多いので、ここも残させていただきました。これもね、好みで別に黒でもいいですし、はい、
白でもいいですし、ね、赤でもいいですし、まあ、何色でも塗れますので、そうですね、になっています。やっぱノーマルと比べると全然迫力違いますね。そうですね、もうこの後ろから見た時のこのワイド感、うん、まあ、ちょうどね向こうにもあの、マニファクチュアの黒、うん、白が見えるんでね、うんうんうん、ちょっとねこの後ろから対比できますけれども、うんうん、だいぶ、印象はね違うかな、かっこいい、はい、思っていただけるかと思います。はい、そしてここですよね。そうですね、今回ね、はい、さっき言うの忘れましたけど、うん、ボンネットの、カーボンエンジンフードですね、あれはつけてないです、うん、でお客さんからすると、まあ、カーボンはそんなにいいかなっていうことだったので、うん、カーボンはなるべく、つけずにしました、うん、ただこのスペアタイヤカバーはつけたいと、ただこれカーボンしかないんですよね。ですよね。なので贅沢にもこれボディ同色で、うん、ペイントダイヤモンドホワイトでね、させていただいて贅沢で、ここ見ていただければ、はい、ちょっとねカーボンの銘が残ってるというね、これおしゃれですよね。そう、カーボン目残し、ブラバスのロゴのくぼみの部分だけカーボン目を残して仕上げさせていただきました、うん、なるほど。ただねこれ3コートパールのホワイトなので、うん、だいぶ塗装分厚いので、はい、塗り分けがね大変だったみたいで、うん、これだけで何回やり直したんだろう、3、4週間3回、4回ぐらいなりやりました。はあはあ、でさらにねこれ自体も、はい、納期どのくらいかかったのかな、3、4ヶ月ぐらいかかったのかな、うん、3ヶ月だったっけな、まあ、とりあえずこれが一番最後遅く、一番待ったという、スペアタイヤカバーをつけて、ね、はい、まあ、無事完成という形で、なるほど、納車ね、うん、準備が整いましたという形になっております。はい、はい、では、お次最後インテリア、そうですね、インテリアはまあ基本ノーマル状態のままなんですけれども、はい、まあ、せっかくなんでねこのブラバスのアルミペダルセット、はい、あ、ついてますね、アクセルとブレーキペダルですね、させていただいているのと、なるほど、あとはドアロックピンですね、うん、こちら、まあ、細かいパーツですけれどもこちらの方装着させていただいて仕上げさせていただきました。 B のマークがついてますね。そうですね、 B のロゴがついてるので、まあ、細かいポイントですけど、ただねこれ交換するだけでもね、うん、ドア外さないといけないんで、ですよね、なかなかね大変でございます、はい、はい、というわけでね本日は、G350、ブラバスワイドスターを紹介させていただきました、はい、まあ、正直なところですね、ワイドスターやはり、まあ、安い商品ではないですし、まあ、かなりこれだけフルですると、まあ、高額にはなるんですけれども、まあ、このオーナー様ですね言ってたのが、他にももちろん車何台かお持ちで、まあ、フェラーリとかガレージ行ったら、あったんですけれども、フェラーリとかもだいぶねオプション料金つけるときにやっぱりすぐ数百万単位になりますし、フェラーリとかの純正オプションだと形が変わるわけではなくて、素材、まあ、カーボンだったり革の素材だったり、まあ、色とか変わってやっぱりすごくもう3桁もう下手しい4桁までになると、それに比べるとエアロもついて形が変わってホイールも変わってペイントまで入って、でこの金額だったらむしろ大満足ですと言っていてですね、本当に、まあ、僕らにするとですね、はい、本当に感覚が、おかしいんじゃないかと思うんですけれども、うん、やはり世の中の方にはですねこうやってノーマルでは満足できなくて、こうやって、ドイツのですねブラバスのワイドスター組んでいただいて、そしてまあ所有欲を満たしてくれるというオーナー様もいらっしゃいますので、はい、まあ、ぜひですね、350に関わらずもちろん63350400ですね、ブラバスワイドスター並びにブラバスのねですねパーツはぜひお問い合わせいただければ、はい、いいかなと思います。じゃあ篠原君どうでした、はい、どうでしたでしょうか。そうですね、やっぱり、まあ、ブラバスワイドスターめちゃくちゃもうかっこいいと思いますし、ブラバスというメーカーもしっかりと、うん、しっかりとしたメーカーですので、ね、うん、ベンツと共同でプルマン、うん、もちろん作ってんのブラバスですし、うんうん、S クラスのプルマン、そしてスマートもね、はい、共同で、合弁会社かな、はい、合同会社か、うん、出資して共同で作ってるわけですから、うん、またねディーラーとかね、うん、ディーラー受けもいいですよね、ブラバスだったらちゃんとしっかりしてるという感じで、そうですね、もうかれこれ何台大阪店で作ってる、4台かな、岡が2台で、俺が2台目になってくるかな、すごい、僕まだ1台もつけてないね、ぜひね、はい、今後はね篠原君もどん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 、はい、ワイドスター、作れますので作りたい、まあ、はい、お問い合わせいただければと思います、はい、お待ちしております。で今後ね動画も、今回は、僕と篠原で初めてでしたけれども、はい、まあ、篠原がね紹介する動画も今後増えていくと思いますので、はい、まあ、ぜひ更新の方よろしくお願いします、はいはい、それでは本日はこの辺で。
ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。